はいどうもみなさんこんにちは。今回はシャンチー2と新しいハルクについて見ていきたいと思います。まずシャンチー2ですが、こちらは制作は決まっているものの、具体的な公開日時は決まっていません。そしてこのシャンチー2というのはかなり重要な映画になるという噂があり、それが直接アベンジャーズの映画へ繋がっていくからです。それというのもアベンジャーズカングダイナスティの監督というのは、 シャンチーと同じくデスティン・ダニエル・クレットンで、おそらくシャンチー2も彼が監督をしていくはずです。そして今回話していくのが、ツイッターでリーク情報を投稿しているフィルモ・デッセイの情報で、この情報によると、シャンチー2では、征服者かカング・ザ・コーンからの変異体が登場するようです。これはシャンチーの一番最後のおまけ映像を見ても、かなり納得できる展開だと思います。それというのも、シャンチーがテンリングスを使ってから、 リングはどこかへ情報を発信していることが分かっていました。そしてアントマンザ・バスプ・クォンタマニアでは、特にこのリングについては触れられなかったため、少なくとも今回の映画に登場した征服者に情報を送っていたわけではなさそうでした。つまりこのリングというのは、また別の変異体が作ったということになってきそうです。そしてシャンチー2で考えられる展開としては、彼がこのテンリングスの起源について迫っていくという流れです。 このリングはもともと父親のウェンウーが何千年と持っていましたが、結局どこから持ってきたのかわかりませんでした。素材についても未知のもので、ブルース・パナーやキャロル・ダンバースでもわからないということは、これはもともとカング・ザ・コンカラーが未来で作ったと考えれば全て説明がつきます。また、アントマンとサバスプ・クオンタマニアで征服者が戦っている時を見てみても、シャンチーやウェンウーの戦い方に似ている部分があったため、 もともとは征服者の武器として作られていたはずです。そしてもう一つ見ていく情報がスティーフン・ヨーンが MCU に登場するということです。こちら何のキャラクターかはまだ分かっていませんが、今後公開されるサンダーボルツで登場するとのことです。そして噂では彼はアマデウス長のハルクを演じるのではないかということです。サンダーボルツはサンダーポルト・ロスが率いるチームで、彼はレッド・ハルクになっているということを考えれば、 別のハルクが登場してもおかしくありませんし、実はアマデウス蝶の母親のヘレン蝶は、アベンジャーズ・エイジオブルトロンで登場したこの科学者でした。今回はシャンチー2と、今後サンダーボルツにアマデウス蝶が登場するかもしれないということについて見てきました。皆さんは今回の2つのニュースについてどう思いますかぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。